ギラファノコギリクワガタ、コーカサスオオカブト、ヘラクレスヘラクレス、パラワンオオヒラナ、まだ最強は決まっていない。オオカマキリ、日本国内に生息、日本最大サイズのカマキリです。オスは最大9センチ、メスは10センチになります。見た目通りの肉食昆虫であり、カマのような前足で他の昆虫を一瞬で捕らえます。体も大きく、性格の獰猛さから昆虫だけではなく小動物も捕らえて食べてしまうことがあります。カマから繰り出される鋭い攻撃は非常に強力だ。ヤンソンテナガコガネ、東南アジアに生息している昆虫で、40ミリから70ミリほどの大型のコガネムシである。オスの前足は非常に長く大きな棘があります。長いリーチを使った技で相手を苦しめるぞ。さあ、お前らの修行のためのパートナーを紹介しよう。さあ、バトルのスタートだ。テナガコガネ君は白。おいおい、俺は手加減できないぞ。僕の相手強そうだな。オオカマキリ君はヤマトだ。ヒヒー、アタックアタック。おいおい、捕食はちょっと。ヘラヘラさん、それに俺下角がないんですけど。アハハハ、上角があるじゃないか。やるしかない。行くぞ、角タックル。どうだ、軽い、軽すぎる。く、全く効いてない。これならどうだ。ほう、体を拘束させスピードを上げる技か。新型角タックル。やはり軽い。さっきよりいいが、それだけだ。手加減しなきゃ逆にやばいか。シロ、自分の弱点を見つけるんだ。強い。コーカサスに感じた強さに近いぞ。こうなったらツインデリーカモン。僕のスピードについてこれるかな。おう、ゼリーパワー。行くぞ、うわー。まただ、また持ち上がらない。シロ、テナガコガネ君もコーカサスに負けないぐらい手足が長いぞ。貧弱すぎるぜ。もう我慢できねえな。俺の強さも見せてやるよ。耐えろよ小僧。行くぜ、ヤンソンクラッシュ。うわー、シロ、どこ見てる気？なろう、不意打ちは汚いぞ。勝負に綺麗も汚いもない気。なろう、こっちも行くぜ。
スノスノ、ウエスノバージョン。いけー、なに、ヒッヒッヒッヒ、突っ込むだけとか、イノシシかよ。ムキー、俺は昆虫のカブトムシ様だぞ。こうなったら、ハイパーゼリー、カモン。行くぜ。その細い体で止められるかな。スノスノホームだ。あらよっと、単純単細胞ソーリムッシ、俺を単細胞生物と一緒にするな。少しは頭を使う気。次はこっちの番だし、必殺カブキリ。うわー、シロ、ヤマト、足りないものが分かったか。続きが気になるそこの君、高評価、チャンネル登録、よろしく頼む。